今日午前9時ごろ、留萌市船場町の交差点で、小型クレーン付きのトラックが走行中、クレーン部分が電線に接触しました。接触した弾みで、電線がつながる高さ 7.5 メートルほどの信号機の柱が根元から折れ、国道の2車線を塞ぐようにして倒れました。トラックの男性運転手にけがはなく、巻き込まれた人や車はありませんでした。警察によりますと、信号機の復旧工事が進められていて、国道は迂回措置が取られています。警察はクレーンのアーム部分を伸ばしたまま走行し、電線に引っかかったとみて調べています。